デューサー、いつからそこにいたの？道を聞かれてたのよ。駅に行きたいんですって。ちなみにスイスからの観光客だったみたい。スイス語なんてないわよ。それに英語で通じたわ。世界公用語だもんね。それくらいの語学力、今の世の中なら当然でしょ。あんたもしかして英語も喋れないわけ？おー、英会話の基礎くらいはできてるみたいね。とにかくいずれあんたは私を世界に向けて売り出さないといけないんだから、今のうちに英語くらいマスターしておきなさいよね。別の日に見るんですけど、いえ、面白くなかったんです。ホラー映画だったんです。それもゾンビで内臓がぐちょぐちょなんです。私そういうの本当に苦手で、それで恥ずかしながら、それで結局最後まで見ちゃいましたけど、でも決して面白かったわけでは。そういうわけで今朝は8時間しか寝られなかったんです。おかげでうつらうつらしてしまって、寝られるときは夜9時にはお布団に入ってます。もちろんもっと遅いときもありますよ。